ってきました、こちらはですね、淡路島の七福神の中で大黒天を祀っているお寺、八丈寺と言います。ここはですね、裕福の神と言われてて、まあ大黒さんって袋を背負ったね神さんがいらっしゃるとこなんですけど、こうやってね来た時に、なんて言うんだろう、なんか自分の我欲のためにお参りをするというのはいけませんまあ楽しい回るのはいいんだけど、やっぱりね周りの人のためとかいうのを考えて回った方がいいと言われております。はい、こちらお寺に来たらまずは手をね清めるっていうことで、ここねすごいね、何がすごいって、お近づくとね、ほらほら、手からね水が出てくるの。